皆さんこんにちは。フクロウ大好きです。こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。隣にいるのはいつもライブをやってくれているツッキーです。ツッキーです。今日は皆さんの質問に少し答えていきたいと思います。ツッキー、お客さんで一番質問多いのは何だかな。お客さんで一番質問が多いのは、フクロウって夜行性じゃないんですかっていう質問が一番多いですね。そうですね。外国人には一回も聞かれたことがないんですが、日本人は必ず夜行性、刷り込みが入ってますね。ここにいるフクロウたちは、夜行性をもう夜行性ではないです。それはなぜかというと、人間が餌を与えるために、狩りをする必要がなくなってしまったため、昼も夜も活動しています。夜はほとんど寝てます。月2番目に多いのだから、2番目に多いのが、フクロウってどこを触ると喜ぶんですかとか気持ちいいんですかっていう質問が多いですね。その時は何て答えてんの？その子たちもよるんですけれども、うちの白フクロウのしーちゃんは、おでこやくちばし以外の横の羽の部分、後ろの部分など、足など触ったりするとすごい怒ったりします。猛禽類なのでガシガシ触れるのをすごい嫌がってしまうので、本当優しく触れる程度でお願いしています。初めてなので、これぐらいにしておきますが、皆さんご質問があれば、どしどし OK いたします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。